爛漫にも登場、急成長、寺田真を下したのは、10から30代女子が選ぶ、イケメンか、下元子役、第4位か。本サイトでは10から30代の女性100人に、イケメンか、下元子役、についてアンケート。トップ3は別記事で紹介したが、ここでは第4位以下の元子役イケメンを発表しよう。第10位、4.0% は、小関裕太。小関は今期、癒しのお隣さんには秘密がある、日本テレビ系、で、田辺桃子とダブル主演を務めている。小関は2003年の8歳の時に、積水ハイム、隣のハイムさんシリーズ、CM でデビューした。可愛い顔、背も高くてイケメン、31歳、女性、主婦。清潔感があり万人受けすると思った、31歳、女性、事務職。第8位は本郷奏太、浜田龍臣。第8位、5.0% は、本郷奏太、浜田龍臣が同率でランクイン。本郷奏太は12歳の時に、金城武史と鈴木庵のダブル主演映画、リターナー、2002年公開、で、デビューした。本郷は、子役の大沢一斉とダブル主演を務めるドラマ、名の名、テレビ東京系、が、9月にスタートする。さっぱりとしたイケメンになったと思う、25歳、女性、コンピュータ関連技術職。透明感やミステリアスな感じで好感を持てる25歳、女性、研究、開発、技術者。浜田龍臣は、神木隆之介主演 NHK 連続テレビ小説、爛漫で、寺田心演じる山本小鉄の10年後を演じることが、先日発表された。浜田は2006年に6歳で子役デビュー、2010年放送の福山雅治主演 NHK 大河ドラマ、龍馬伝で、9歳で坂本龍馬の幼少期役を演じ、注目された。子役時代も可愛かったが、成長して背も高くなり、スタイルも良くなった、26歳、女性。すごく可愛かったイメージだったから、イケメンになっていて驚いた、26歳、女性、パートアルバイト。ウルトラマンを演じた頃から男らしさを感じ、いい俳優さんだなと思った、35歳、女性、主婦。第7位は演技力もアップの菅健太。第7位、6.0% は、菅健太。菅は今期、友坂理恵主演ドラマ、悠々ワンダーランド、BS テレビ東京に出演。子役としては1999年に4歳でデビューし、特撮テレビドラマなどに出演した。7歳で香取慎吾主演ドラマ、仁に優しく、フジテレビ系、で、主人公たちと共同生活をする小学生の少年を好演したことが話題になった。年を重ねたら顔立ちの良さが際立ってきた、35歳、女性、広報、広告、デザイン。さっぱりしたイケメンで、顔だけでなく演技力もあって礼儀正しく、さすが芸歴が長いと思わされる、39歳、女性、研究、開発、技術者。可愛いからかっこいいになった、29歳、女性、パートアルバイト。第5位は柳楽優弥、寺田真。第5位、8.0% は、柳楽優弥、寺田心。柳楽優弥は、2004年に公開された映画、誰も知らない、の主演として14歳でデビュー。第57回カンヌ国際映画祭、で、史上最年少及び日本人として初めて最優秀主演男優賞を受賞した。9月には初の幽霊役を演じる主演ドラマ、俺は死んじまったぜ、ワウワウ、が、10月には岡田将生、松坂桃李との共演映画、ゆとりですが何かインターナショナル、の公開を控えている。
小さい頃からイケメンで、大きくなってもあまり顔が崩れず、イケメンを持ったまま。色気のある大人に変身したと思う、36歳、女性、主婦。渋さがあって良い、33歳、女性、自由業。ワイルドな感じに成長した、37歳、女性、パートアルバイト。寺田心は、神木隆之介が主演する NHK 連続テレビ小説、らんまんに出演。神木演じる主人公が植物採集をする中で出会う少年役として登場した。デビュー当時はあどけなかった子役から、すっかり青年へと成長した姿がお茶の間で話題に。そんな寺田は2011年に3歳で芸能活動をスタート、2015年に TOTO の CM でバイキン親子の子供役で出演し、ブレイクした。8歳の時には2017年放送の柴咲コウ主演 NHK 大河ドラマ、女城主直虎で、大川出演も果たしている。いつの間にか可愛いからかっこいいに変わっていた、21歳、女性、総務、人事。成長しても顔が整っていると思った、16歳、女性、学生、フリーター。小さい時から見ているので成長にびっくりした、30歳、女性、主婦。第4位は、大人っぽくなった、鈴木福。第4位、9.0% は、鈴木福。鈴木は2006年に1歳で芸能界デビュー、2007年放送の滝沢秀明主演ドラマ、くんがくれた夏、頑張れば、幸せになれるよ、日本テレビ系、で、子役としてドラマ初出演。2011年には、阿部サダヲ主演ドラマ、丸物を着て、フジテレビ系、で、芦田愛菜と双子の兄弟を演じ、主題歌、〇〇もりもり、も担当、ドラマも曲も大ヒットし、同年末の NHK 紅白歌合戦にも出場した。今年4月には大学に進学、仮面ライダーギーツ、テレビ朝日系、で仮面ライダー人員として出演、子供の頃からの仮面ライダーになるという夢を叶え、現在公開中の映画、仮面ライダーギーツ4人のエースと黒狐にも出演している。顔も心もイケメンな感じがする、21歳、女性、パートアルバイト。バラエティ番組に出ている時の受け答えも素敵、27歳、女性、主婦。子供の頃は可愛い感じだったが、イケメン大学生になった、29歳、女性、専門職。最近、急に大人っぽくなってきて素敵になったと思う、36歳、女性、主婦。仮面ライダーを見て、かっこよかったから、34歳、女性、主婦。